こんにちは、多聞丸のカンコレ多聞丸です。本日は砲弾作戦244ルソン島沖オルモク沖明けの輝きを、輸送 TP ゲージの1回目ですね、こちらを攻略していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。空母級さん、今日も初コメありがとうございます。ようやくここまでたどり着きましたね。では、早速ですね、作戦の内容についてご説明したいと思います。今回はですね、輸送、護衛部隊での出撃になります。この砲作戦を今回も選んでいきますので、 AP は600となります。内訳としては、輸送護衛部隊で戦艦空母は1隻までは入れることができるということですね。ただ道中はもう対戦と空襲しかない。ただ、索敵がちょっと高いということなので、ちょっとここだけは、行ってみないとね、わからなくて、ちょっと多めに電弾は積んでるんですけども、そこは、もし足りなければ増やしていこうかと思います。ボスは、潜水正規の、正姫ですね、海の2となってますので、まあ、対戦装備をね、ちゃんと装備しないとちょっと叩けないかなとは思うんですけど、まあ、基地航空隊も使えますので、東海部隊も出すようにはしたいと思っています。ただ、編成が潜水艦に水上艦も一緒に混ぜられているようなので、まあ、対戦装備と、まあ、砲撃もね、できるような装備編成にしないといけないということだそうです。特攻艦を第二艦隊に並べられれば、まあ、可能だとは言うんですが、まあ、これについてもね、やってみないと何とも言えないとこなので。あとは、連合艦隊の出撃の場合は、野戦で対戦攻撃が可能なので、もしね、戦いで、昼戦で終わっていないようでも、野戦には突入するようにしていこうかと思います。一生懸命ソロプレイヤーさんも、今日も、ツッコミありがとうございます。今日も元気に配信していきますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。あとはルートですね。ルートは D から E、 F マスの対戦マス、そして G マスの空襲マスで、 I マスの対戦マスと、そして空襲マスの経を経由して輸送ポイント P に行って、最後はボスと Q ですね。まあ、こんな感じで進めていこうと思います。では次に編成の方からですね、そちらの説明したいと思います。はい。それでは編成をこれからご説明していきたいと思います。艦隊の方はですね、機関に春風、そして、護衛空母ということで随砲海、水上魚母艦の日進、そして今回は第8搭載艦ということで、海風、あられ、村雨の3艦、まあ、こういう第一艦隊の編成になっています。装備はね、こんな感じにしています。この季節は私が
シワスのお掃除も大好きなんです。気持ちいいですね。そうですね、今日はおめんさんも今日もコメントありがとうございます。ちょうどこれから編成をね、ちょっとご説明してから出撃していこうかと思います。春風ね、まあ、師走のいう言葉が出ましたけども、まあ、今日は、まあ、大掃除とかね、仕事納めが多かった日だとは思いますが、まあ、私の方もそんな感じで一日、過ごしておりました。うん。春風、今回、第一ゲージに関しては、まあ、特攻を持っているということなので、期間に据えています。あとは、まあ、先ほどもちょっとありました、先端ですね、索敵ちょっと不安があるんで、レーダーの搭載、そしてボスに対しての対戦攻撃ができるような装備にしております。まあ、あとはね、対空はちょっとまあ、そこはまた別にお話したいと思います。水星は水星で悪くないんだけど、整備大変なのよ。整備が、そして追放の排任のオツですね。まあ、輸送連合艦隊の場合は、まあ、護衛空母という艦種が搭載できるということなので、今回は、追放解任に出てもらいます。まあ、速度の縛りがなければ、太陽とかね、新陽でもよかったんですけども、ここはもう最終回帰なもんですから、ここは、もう全力でね、舞台出していこうかと思いまして、追放を入れてもらいます。装備の方は2スロットに艦船と、あと、まあ、偵察機 1スロット、あと1スロットに対戦攻撃ができる、まあ、この間と言いますか、もうちょっとだいぶ経っちゃったんですけども、まあ、加賀さんのね、解任になった時に、実装された、こちらの MBM、3W プラス 3S、まあ、こちらを装備すれば、まあ、対戦攻撃もね、効果が高いので、こんな感じの装備にしております。提督よ、わしか、わしの出番か、仕方ないの。そして日清ですね。まあ、4スロットで高速で、なおかつ、まあ、好評的も進める。本当にね、今回は、まあ、ここが、まあ、活躍のしどころだとばかりにね、ようやく、出番がやってきました。まあ、制空担当、そして、まあ、攻撃もね、合わせ持って活躍してもらおうと思って、こんな感じの装備にしております。まあ、私、冷式水上観測機をね、だいぶ前に回収してたのがあったんですけども、なかなかね、出番が最近なかったんですけど、ちょっと索敵の部分で、まあ、こういう回収をしてると、通常の数値よりも高い効果が出せるので、今回は、冷式水上乾燥機をね、第一スロットに装備してあります。そして海風解任ですね。白露型、海白露型の解任の艦無数には、このように大圧装備ができるということがあって、まあ、大変使い勝手がいいものですから、川風ね、まあ、今回は B1 でも使っちゃったんですけども、海風の場合も、このように同じく使うことができます。うん、まあ、どちらかというと、まあ、最終回帰に近い難しい回帰になってくるとほとんど使うような、特に輸送作戦とかありますよね。まあ、これで、積むと積まないでは、やっぱりね、輸送量がだいぶ違ってくるので、また一つの装備を積んでおります。うん。ただね、どうしても輸送艦隊の場合は、第一艦隊が攻撃力ほとんどあまり期待できないっていうのもあったりするので、まあそれでも、
道中が半端ないんで、うん、ここは やっぱりね、全力で、タンブス、今まで鍛えた、この力を出すためにも、ね、中に抜けるように選んでました。はい。うん、なーに？そして、あられも、先ほどのね、海風と同様に、朝春まだ、会議官の、うん、中でもね、バランスの取れたスペックも持ってますので、今回は、第一艦隊の方に入れてみました。うん、きっと活躍してくれるでしょう。はいはい、年末です。大掃除です。提督もはい、ほうきとちりとり、レッ大掃除。で、やっぱりね、村雨も、からもね、大掃除出ちゃいましたね。うん、まあ、私も自分の部屋は、一月に一回掃除するようにはしてるので、まあ、そんなに大きな掃除しなくてもいいんですけども、まあ、明日か明後日くらいにはちょっと、ちゃんと掃除、もうちょっとしようかな、なんて思いますけどね。うん、村雨も、まあ、ダイヤツ艦詰めるっていうのがポイントにはなるんですけどもね。まあ、対空対戦、どちらもこなせるカンムスっていうこともありまして、今回もね、活躍してくれるということで、第一艦隊に入れております。まあ、以上6名が第一艦隊になります。そして第二艦隊は、もう、大体もう最終回帰になってくると、同じような顔ぶれになっちゃうのかななんて思うんですけどもね。軽巡洋艦のアトランタ、そして、夕張、駆逐艦のフレッチャー、沖波、朝潮ですね。まあ、アトランタに関してはもう説明の方はもういらないのかなとも思うんですけども。1年なんとか持ったね。何よりだわ。うん。サンフランシスコ。あんた、何それ。え？大きい？ああ、アトランタのちょっとこのセリフちょっと聞いてなかったです。サンフランシスコっていう言葉が出てきたということは、うん、まあ、そういうことでしょうね。うん、まあ、対空の特化の、まあ、鬼ですね。完全なる防空艦ということで、今回は、まあ、いつもね、最終回ではもう合体活躍なんですけども、うん、今回も活躍してもらいます。ワンオフの魅力、十分感じてね。そして、夕張も最近ですと、もう切り札的な存在になりました。うん、装備はちょっとこれでいいのかなってちょっと迷ったんですけども、まあ、攻撃力、そして対戦能力、そして、まあ、天端と、まあ、詰めるものは全て積み込みすぎたのかなという感じもするんですけどね。まあ、でもまあ、まあ、これをやりながらもし不足してるところがあれば、まあ、夕張で、カバーしていけるかなと思いますので、ここは、柔軟に対応していこうと思います。あと艦隊の速度に関しては、まあ、高速にしないと、ちょっと余計に戦うことになっちゃうので、まあ、夕張もスロットの方にタービン乗せてます。まあ、これで、通常は低速ですけども、高速走行ができるということで、まあ、艦隊そのものは高速設定になっております。ワケ13、お呼びになりましたか？はい、そしてフレッチャー、マーク2、うん、まあ、この子もね、強いですよね。うん、まあ、特に説明ももはやいらないのかなって思っちゃうんですけど、もう攻撃力もね、対空も対戦も、もう必要なものを全て持ってるということで、今回もね、活躍してもらいます。1年間お世話になった道具の手入れやお掃除、楽しいですね。司令官は、あまりお好きじゃないんですか？そんなことはないです、お掃除は大好きです。あんまり溜め込んでしまうとね、大変なことになるので、普段から綺麗にしておくのがいいのかなと思いますけども、沖縄に関しては今回まあ、能力も、さることながら、うん、
まあ、この会期では活躍見込めそうな感じがしまして、今回も抜擢してみました。うん、能力的には特に問題ないと思います。はい、いつでも出撃可能です。そして朝潮会に、手でよかったのかな。うん、その子もね、体勢の鬼なんですよね。体育もできるし、もしかしたら対戦とかにした方がモノマップいいのかもしれないんですけど、とりあえず手法そんなの装備にしてみました。もしかしたらここは変えるかもしれません。そして今回朝霜会に、私の嫁館っていうのは、まあ飛竜総竜二光線ではあるんですけども、駆逐艦の中でいくと朝霜が私が一番大好きな艦無数なんですね。この子強いですよね。まあ見た目もいいですし、まあ運の値を見てもらえればわかると思うんですけども、だいぶ上げてます。はい、もしかしたら今回最後ね輝くかもしれない。まあとにかく何でもこなせる能力を持ってますので、今回は最終回にね購入してみました。まあこんな感じの、12名で突破をしていきます。ただね、これだけではこの回帰は突破できないと思ってます。もちろん基地航空隊の支援があって初めて、攻略できると思っております。あとは基地航空隊の編成の方はこのようにしております。ご説明します。第一航空隊にはどうしてもね空襲マスだいぶ数値が高いんで、もう陸戦部隊を出します。はい、これでもちょっと足りないくらいなんですけども、まあね助けてもらわないと先に進めないので、まずは第一航空隊は陸戦隊となります。第二航空隊は、もしかしたらここはもう陸航さんの方がいいのかもしれないんですけども、やっぱり陸航さんの方がいいですね。ここは陸航部隊で行きたいと思います。私の手持ちの銀河をすべて、配置します。これで一隻でも多くね基地に、基地ではないボスに集中して攻撃を当てていきたいと思います。第二航空隊は陸航部隊、そして第三航空隊はもう東海部隊ですね。私の手持ちの東海すべてを、第三航空隊に配置しております。どうしても道中は対戦対空なので、支援艦隊に関しては今回は出さない予定、出してもねちょっと活躍できないので、決戦支援に関してはちょっと様子見ですかね。もしどうしても足りないようであれば出しますけども、まず今のところは出さない方向で行ってみたいと思います。それではね、だいぶ進め長くなっちゃったんですけど、一応予定では1回の出撃で勝利取れれば120ポイントは稼げる計算で積んできてます。なのでまあ、S 勝利5回取れば完了です。でもそう簡単にはね、いかないとが、この艦隊コレクションというゲームですから、そこはちょっと気長に、やれる中でね、やっていきたいと思います。では、作戦は、大作戦を選んでいきます。はぁ、ドキドキするな。準備は十分したつもりなんだけども、こればっかりは言ってみないとわかんないんでね。皆さん、応援よろしくお願いします。それでは行きましょう。ハルカセ出発いたします。基地航空隊はどうぞよろしくお願いいたしますね。空襲が G と K になるので G マスと K マスいたします。
した後は、ボスのね、キュエマスに集中。さあ、行ってみましょう。ね、最終回帰で潜水艦対戦物っていうのもね、いつも脅威で、うん、ね、もうワンパン持ってかれますんでね、どんなに用意してもやめるかもしれませんが、なんとかみんなでね、突破していきたいと思います。みんな頑張ってきてね。どうしましょう。敵艦を発見いたしました。皆さん。さあ、第1戦。お願いいたします。どのくらいの攻撃力があるのかな。そこで後で感想たっぷり聞かせてね。うるさい敵だな。やってやんよ。ね、メガネが。さあ、大丈夫。いろいろ試してみてもいいですね。あそこ。なかなか一撃では落とせないの。近代兵士を舐めないで。なると。朝潮には対戦をもうちょっと積んだ方がいい。あ、これは。メガネが。あ、大丈夫。違う。砲撃です。あそこ。てー。もうちょっと対戦の火力を上げてた方が良さそうな感じがしなくもなくなってきましたね。どうですか。ありがとうございます。また。バチョスターですか。ありがたいですね。こういったものはいくつもあっても嬉しいですね。頑張ってきたのでね、うん、多分この最終マップに関して言うと、まあ年内でなんとかね、輸送作戦は終わらせたいなと思っております。うん、まあ第一輸送作戦難しいんですけど、第二輸送作戦がさらに、難しいのは調べてて痛感してますので、お願いいたします。多分何日かに分けて攻略しないと、受けられないんじゃないかなと、そういう予想をしております。よし、まずは第一の九州末は受けられましたね。まあね、前回の前段作戦のあの子がね、待ってるからね。しかも輸送艦隊やらなくちゃいけないから、なおさらきついに。ありがとうございます。嬉しいです。まだ、その段階ではないんでね、今から、こんな、と言っても、始まらないので、まずはこのマップをね、クリアするために全力で用意をしてきましたからね。押していきます。第一警戒後方序列、配線、戦闘で戦闘開始です。敵艦を発見いたしました。皆さん、合戦準備、お願いいたします。下がりませんよ。今回はどうかな。お、一撃で取れた。今回もしかして同行戦以上かな。この海域艦出て来いよ。メガネが。お姉さん、コメントありがとうございます。第二は空襲をどう裁くかよりも敵警戒陣、ね、それも大変危惧している。私が気にしております。ありがとうございます。嬉しいです。新鋭艦に使う兵装は、おそらく警戒陣で来られたら、多分 A 勝利どころか、あ、敗北までありえますからね。いろいろ調べた感じだと、もうそれが出た段階で、ちょっとお手上げという手順もよくよく見られますので、まあ、そういうことも含めると、あとはね、どれだけ
ったもの、カムムシたちの疲労、そういったものをベストな状態で敵艦を発見いたしました。送り込めるか、皆さん合戦準備、当然回数も必要になってきますんで、まあ、できるだけね、さあやるわよ、全力でねぶち当てるつもりではいます。しかも始めるよ、まあ、その全力の意味するところとしては、簡単に投入する戦力は、まあ、自分の持ってる中でも、もうね、まあ、最大ですね。装備の方も用意するつもりですし。ありがとうございます。え、嬉しいです。私、あとは決戦シーンに関してもね、普段はそこまでやらないんですけど、まあ、火力と命中ですね、うん、そしてあとは、まあ、可能であれば基地防空隊もね、熟練度はもう、まあ、最大につけた状態で、まあ、全て最高の状態でね送り込めることをね前提として戦っていきたいと思います。ここは、ボスが潜水艦だから第一経験高校序列でいいよね、第一経験高校序列、皆さんどう思いますか。ここやっぱり第一ですよね、このボスの場合は。よし、行こう。では、第一警戒高校長ですね。戦闘開始です。どうしましょう。敵艦を発見いたしました。皆さん、合戦準備、お願いいたします。日系人か。ですね、第一でいいようですね。どうしても航空隊の攻撃力は陣形にもね影響を及ぼしますから、陸航部隊の威力がちょっと落ちちゃうのは仕方がないのかなと思いますけど、やっぱり朝潮は完全に対戦特化にした方がいいな。受けないな。おお、一発で持っていくか。やっぱり地球はね、許すまし。でもね、ここからはもうハニバルになるからね、出せるすべての戦力をね出していかなくてはならない。攻撃性もどうなる。一応通るか。思ったよりもダメージがね出た。そっか、あそこ博士がいたか。すっかり忘れてた。でもやっぱり朝潮にはもう対戦装備にした方が良さそうですね。あとは野戦で、また野戦だけるでしょう。ごめん、私はパシアって来んのよ。後で感想たっぷり聞かせてね。よし、やっぱり春風は強いな。第一艦隊の機関にしてやっぱり良かった、私が、本当ですか。ありがとうございます。嬉しいです。
ね、春風船団というだけあって、今回は春風が主役になるでしょう。新鋭艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。え？足が遅いって？しょうがないじゃない。装備が重いんだもん。あ、ここはガシャンのマスなんですね。ご報告申し上げます。まあ、ともあれ、第1回目の雰囲気はね、まあ大成功ということなんですけども、まあ大体最初はね、いつもうまくいくんですよ。でも2回目から、途端にこう、作戦計画概要をご説明します。まあ、牙を抜き始めるのがね、もう、ゲームの特徴な、特徴は分かってますんで、きちんと戦闘結果がね、なるのかを確認しつつ、進めていかないと、やっぱりいけないとこですね、ここはね。結構、兵装はデリケートなの。丁寧にね。おお、グッジョー。まあ、今回、作敵の部分でだいぶ心配はしてたんですけども、まあ、きちんと、ボスにも到達できたようなので、作敵はこれで OK。なので、あとは、対戦、どうかということに、ですね。よし、ここはもう三式爆雷の回収マックスグッズをね、装備して、もう一人、レーダーを外したくないし、これでいいかな。それではね、2回目、行ってみましょう。あ、違います。いつもの癖で、支援艦隊出すまで。どうしてもこういうところだと、支援艦隊ありきでね、いつもやっちゃうんだ。やらざるも得ないんですけどね。今日もね、後段作戦みんな頑張って、くれてますから、私も、作戦要項です。ちゃんと、指示をね、走っていかないと出撃させていただきます。罰病です。航空隊は空襲の戦略で、あとはもう集中と。さあ、今回はどういう結果になっても、それを受け止めて改善をしていく、そういう気持ちでやっていくことが大切です。平成ます。第一警戒航行中ですね。行きましょう。どうしましょう。敵艦を発見いたしました。皆さん、合戦準備お願いいたします。近代兵装舐めないで。この艦隊の準備をしているときに、ちょうどまあアニメを見てたんですよね。近代兵装舐めないで。ニコニコ動画で、先日、ゆるキャンですね、放映されてたのが、まだ見れましたので、それを見ながら、本当ですか？まあ、艦隊の、まあ、用意をしてたんですけど。また、バーチャルスターですか？ありがたいです。多分、第2期あるんじゃないかなと思ったら、やっぱり第2期があるということでの、まあ、宣伝も兼ねての、配信をしておりましたね。何回見てもね、面白いアニメだなと思いますね。時間を忘れてしまう、あっという間に流れてしまう。そんな、特に別段そんなに
特別なことをしてるわけじゃないんでしょうけどね。まあ、見せ方がうまいのか、うん。まあ、体感30分が5分のアニメーションっていう、まあ、そんな感じが、もうなので、うん。多分ね、どなたでも、共感していただけるんじゃないかなと思いますので、もしお暇で、お時間ありましたら、ラインナップもいいのかななんて思います。うん、お願いいたします。これがね、こういう戦闘、うん、まあ、もちろん戦闘ですから、出すための方法をこう常に張り巡らせていかなくちゃいけないんですけど、それだけだと精神的にきますんで、まあ、できるだけリラックスした状態でプレイができるように、うん、思って、今回たまたまそういうのに流れてましたので、本当ですか、だいぶありがとうございます、かかどりました。嬉しいです。私がそうは言ってもね、この番組は艦隊コレクションを攻略するという番組を趣旨にしてますので、それをそのまま、お流しすることはできないんですけども、まあ、感想とかね、まあ、そういったものぐらいはね、話しても差し支えないのかなと思ったりもしています。皆さん、合戦準備、お願いいたします。近代兵装を舐めないで。どうも、この攻撃は痛いですよ。うるさい敵だな、うんうん、やってやんよですね。やっぱり朝日潮の戦闘力がね、上がったおかげで一撃で起こせるようになったのが、まあ事故率もね、これでだいぶ減るんじゃないかと思いますけどね。私も本当ですか、ですね、このままですとね、つまずに簡単にいっちゃいそうな雰囲気はするんですけど、そうしてるとこの空襲がね、怖いな。もういつもいつも言ってますけどね、空襲はどんなに用意しても抜かれるとき抜かれますんでね。まずまず気持ちをしっかり強く持って、読みましょう。時間を発見いたしました。皆さん、合戦準備お願いいたします。さあやるわよ、攻撃隊発艦。来ちゃったか、仕方ない、始めるよ。これでもね、完全に防ぐことはできないんですからね。私も。とはいえ、本当ですか、うん、突破できたのは事実ですからね。このまま、進めていきたいですね。私が一番活躍し、はい、ここはね、ちょっと早めに行ってみたいと思いますね。輸送物資の揚陸を開始。そして、今回2回目のね、ボス戦に行きたいと思います。ごきげんよう。このボスもね、出た当初は、潜水艦の割には耐久力の高いボスとしてね、大変驚異的な性能を持っていたんですけどね、まあ、今もそんな決して弱いわけじゃないんですけど、うん、今は、昔はこの子出た時は戦闘開始前にメッセージが入ったんですけど、今は出なくなっちゃったらちょっと寂しいのかなーなんて思っちゃうんですけど、でも戦いは
ないので、させていただきましょう。敵艦を発見いたしました。皆さん、合戦準備お願いいたします。おお、さすが銀河、神経でね、俺を抜く、ヌーブを全部やってくれたか。活躍しすぎだろう。今回、基地航空隊ちょっと、やばいな。何もさせないうちに終わってしまうことになりそう。圧倒的じゃないか。我々の基地航空隊は。考えたなぁ。さすが、でもね、姫はね、無傷では終わらせてくれないですね。うん、さすがだな。回避もね、高いからね、クリティカルが出ればいけるんだけど、これもなかなか抜けない。最後は春風でスゴミを刺すのか。刺してしまった。まさか軍老戦術。老戦術、うん、そう、軍老戦術ね。ね、こうやって、うん、みんなの力で攻略するというのは、まあ、ゲームのね、醍醐味ですからね。本当ですか？ありがとうございます。嬉しいです。ありがとう。作戦を全うできてよかったです。これが朝潮型駆逐艦の力なんです。はい、今回もね、120ポイント、うん、取りましたね、うん、今回はドロップ出ましたね。こんにちは。正常用感多いです。どうぞよろしくお願いいたしますね。よろしくお願いいたしますね。ですね。司令官様、ご報告申し上げます。艦隊作戦計画概要をご説明します。航空隊がね、戦う前からもう猛烈な勢いで倒しちゃいましたからね。5隻中5隻落としちゃったんだ、もう。本来だったらここで、あの、まあ、お礼を述べるのもそうなんですけども、まあ、そういう実績を出したらちゃんと書面にしてね、残す、まあ、感情をね、お渡しした、したいくらいの素晴らしい攻撃を出してくれましたね。やっぱりね、やっぱり銀が強い、うん、これがないなかったことを想像するだけでも恐ろしい。少し入居してまいります。司令官様、私の銀河に関して言うと、あの、まあイベントで撮ったのと、あとは、あの、確か、あの、節分だったかな、あの、豆と交換したのと、もう一個は何だったのかな、なんかの任務で取ったような気がする。まあそれで3つある感じでですね。銀河に関しては数が多ければ多いほどやっぱりいいんですけどもね。でもなかなか入手する機会が本当に限られてて、私が浸水した季節、師走のお掃除も大好きなんです。なかなか数を揃えるのが大変なんですよ。本来ですと、あの、陸航の野中隊とかね、山陽の方とかも強力なとは強力なんですけども、
最終的にこう一撃で落とせるだけの攻撃力があるとなると、やっぱり金河に頼らざるを得ないというねところがありますから、うん、できればねもう一中隊欲しいところなんですよね。まあ、今年も何か配って、まあ、配る何かこう任務が来てくれると嬉しいなと思います。あ、そうだ。そういえばクリスマスに配られた報酬がまだ取ってなかったな。うん。こちらの、クリスマスギフトボックスですね。好きなものが選ぶことができるそうです。まあ、皆さんも、まあ、いろいろ迷われて選ばれたと思います。私もね、これ、開けちゃおうかな。はい、うん、まだ戻ることもできますけどね。この三つから選ぶとなれば、まあ、ネジはね、この中では除外かなと。推薦か、このね、アリス、ソナーか、どっちか選ぶことになるんですけどね。まあ、ソナーかな。これ最終まだできないか。一応ね、選んでいこう。よし。許容用にそのようにしましたということですね。私もね、まあ、推薦に関しては数でいけば、今10個持ってますので、このソナーをね、選んでいきます。回収されてるっていうのはね、やっぱり、ですよね。まあ、早速、使っていこうかな、ですけど、何がいいかな。回収してるんだよな。推薦がね、必要だからっていうことで、だいぶこうネジで叩いて用意したっていうのもあるんですけど、まあ、もちろん、推薦だって、いくらあっても足りないぐらいですから、もし、これが他の装備だったら、まあ、別のも、推薦選んだかもしれないんですけどね。そうか。4つ差があるからね。今だとまだね、4式水中ソナーの動力があった。この中で行くと、まだ、これでいいのか。よし。ちょっと、外れちゃいました。雑念してしまいましたけども、改めて、またね、ご略の方、やりたいと思います。作戦計画概要をご説明します。そしては、3回目。今回もね、きっと、ちょじゃなくて、必ずね、ご略してくれると信じて、講談作戦最終作戦会議行きましょう。第一海上護衛隊春風出発いたします。皆さんどうぞよろしくお願いいたしますね。今回この最終会議がルソンと、まあ、オルモック沖ということになるにあたって、まあ、段階的にね輸送作戦が厳しくなるのも史実通りの展開に沿ってるものなんだろうなということを、まあ、感想としては思っています。うん、当初は輸送作戦は、まあ、有効な作戦だったんですよね。それも
まあ、陸軍のね、航空隊との、まあ、海軍、まあ、共同作戦ということで、まあ、徹底したあの護衛体制を敷いて臨んだ結果、まあ、当初はね成功を収めていたわけなんですけどね、いろいろとあの、まあ、不幸な出来事もね重なってしまって、まあ、後半はね本当ですか、もうとんでもない状況になってしまったわけなんですけど、まあ、それも全ては、ありがたいです。こういったものはいくつも戦力差がね、ちょっと把握できていなかったというのが一番大ですから、当然この後で待ってるあの海域突破のためには敵の戦力ね、大変なあの復讐がね待ってるわけなんですけども、なんとかそれを突破できるだけの戦力をね見つけて、で、まあ、それをやった上でさ、なおかつまあ、先ほどもちょっと話にありました、あの警戒心をやって捕らえれた日には致し方なしと諦めるしかないと、まあ、そういう今気持ちで望まなくてはならないわけですから、私もね道中きついイベントは今まで何回もありましたけども、今回その中で、もうね、指折りと言いますか、トップクラスに入るんだろうなと、もうやる前から、ひしひしと感じてます。うん。今まで一番きつかったのが、アークロイヤルがあの、ボスになってた、はい、ですね。道中も長かったんですけどもね。特に道中がきつかったんですよね、そのマップに関しては。私が一番活躍したっての？と思い出したけどもね、ゾッとするマップでしたけどね。まあでもね、あれは道中が抜けてしまえばね、まあ勝機はあったんですけど。今回は道中抜けても勝機があるかどうかわからないというね、そこがなおさらきついとこですね。なもんですから、あの皆さんからね何かしらの応援をいただけると、あの頑張ってやれそうな気もするので、なんかね応援してください、お願いします。何か、まあ、ちょっとしたことでもね、アドバイスいただけると、まあ、それだけで、ガラリと展開が変わったりする時もありますし、全くちょっとダメそうだなと思った時は、もう、ちょっと今日はこれで、すいません、勘弁してくれっていう感じにするかもしれないんですけども、本当ですか？もうそれぐらいね、まあ、きついと感じていますので、これが朝潮型駆逐艦の力なんです。そこに行く段階になりましたが、皆さんね気長に、お付き合いいただけないかなと思っています。よし、まあ、とはいってもこの道中ね、闇の空襲やっぱりここが一番怖いんだよ。あ、ここだけは何か起きそうな気がする。どうしましょう。敵艦を発見いたしました。なんて言ったら本当聞かねないけども、やっぱね、お願いいたします。こればっかりはね、多いな。4機できたか。数は少なくても精鋭だから。し、くんなよ。多い。おお、今のはちょっとヒヤッとしたな。
そうですね。今回の最終戦は大体そうなると思います。友軍もね、期待私が？はするんですけども、今までざいまの、す。まあ、どの回帰もそうなんですけど、最後はね、友軍の力もいるんですけども、私？でも本当それは、私が一番活躍したって。まあ、一押しするくらいで、まあ。とどめはね、ご自身の力で出さないと、出ませんので、なんで、まあ、力があるかどうかということにも大きく左右していきます。ですごきから、げんよう。まあ、あまり今から、やる前からこんなことを言うのもあれなんですけども、もしかしたらちょっと、クリアできない可能性もね、考えてます。正直。ですから、それをどこで、線引きするか。準備。まあ一応来年1月14日が最終日になりますので、もし、何日前かな。1週間。まあそれを切ってしまっても倒せないようであれば、諦めるかもしれない。まあそんな感じもしたくも、まあ今までもね、ずっとギリギリまで戦ってきて、何度か勝ってきたような感じですから、戦後はね、攻略するっていうのがね、大前提になってくるので、まあ、クリアはするんだけども、それが必ずしもね、まあ、最高難易度でなければならないっていうことではないので、まあ、そういった時には、まあ、次回のイベントで、まあ、挽回したいなと思います。その時はね、まあ、まだその段階ではないんですけどね。おお、さすが春風。強い。それも全てはそこまでたどり着いてからの、まあ、話にはなりますから、私はパスだって。戦ってみないとね、どれだけの強さかっていうのはやっぱり分かりませんので。その時が楽しみでもあり、恐ろしくもありますね。でも今回はね、第一輸送作戦、順調に3回目、攻略隊になりました。風、本当にありがとう。私が一番活躍したっての？まあ、そうかな。そうみたい。いいんじゃない？ですね。他にもカシャンではなくて、ドロップがあるようですね。みゆきだよ。よろしくな。みゆき、よろしくね。サンタモード終わっちゃいましたね。でもね、もういつまでもね、サンタモードって言いますか、クリスマスってわけにもいかないので。みゆき、またよろしくお願いします。司令官様、ご報告申し上げます。艦隊、帰投いたしました。これで、作3戦回目計画の概要攻を略がご説明出しましまたす。けども、問題はここからですね。というのも、おお、だいぶ銀河がもう、あわや全滅状態になりかねない状態だった。隙をやってくれるな。
次はやばいか。まあ、いつも戦闘ですね、まあ、こうやって回帰攻略する前に幹部たちのコンディション値は最高値にして、まあ、これまでずっと出撃をしてきていましたので、3回まではね、特にコンディション値も通常よりもねいい状態で出撃していましたから、まあ、攻略する可能性もね高かったんですけども、ここからはちょっとコンディションがねちょっと万全ではなくなっちゃうので、ちょっと道中値段が大きくなってくる、あるいは中大波出てくる可能性があります、まあ、それも加味してちょっと休息を取ってから出撃したいと思います。作戦計画概要をご説明します。そしてあとはか、一応ここまでは、まあ、特に、問題なくね攻略できているような感じなんですけど、もし改善点とかねこうした方がいいのではないのかななんていうのがありましたら、まあ、コメントでねいただけると嬉しいです。あとはそうですね、最近あんまり言ってなかったのは、まあ、私多聞丸、カンコレやって7年になります、まあ、途中でね一旦やめてた時期もね正直あったんですけども、まあそれでもなんとか継続、しておりましたが、やっぱりこう看護師たちにね助けられてきたのを感じて、やっぱりやらないといけないなと思ってやってきましたからね。あ、お姉さんコメントありがとうございます。ここまではじゃあこのままでね、いけそうな感じということなので、行ってみたいと思います。やはりこう一人一人といいますかね、まあ、カンブス一人一人が全員こう、まあ、いろんな、まあ、思いを持って戦いに挑んでいるという背景がありますので、まあ、それをこう思い馳せながら、まあ、特にこういうイベント会議の場合はその幹部に活躍してほしいと思って、選挙を、まあ、優先的にね、まあ、してもらうのも、まあ、当然ですね、まあ、特攻艦っていうのもあったり正直ありますけども、それにに合わせて、まあ、イベントもね、作られているところもありますので、まあ、いつ、いかなる時に、この子が出ても大丈夫なように、連動上げしているつもりではあるんですけども、春風も、もう少しで98になります。まあ、さすがにちょっと100までにはならないんですけども、神風方も、ほぼみんな97以上なってきてますのでね、まあ、今後のイベントもおそらく神風方は何かしら、活躍する場面が来ると思うんで、積極的にね利用していきたいなと思います。あとは、まあ、タモン丸の、カンコレ、タモン丸です。ぜひね、まあ、今後も見てほしいので、ぜひチャンネル登録してください。お願いします。まあ、大体みんなしてもらってるんですけども。
まあ、最近行ってなかったんで、ちょっと行ってみました。それでは、4回目ね、整理していきたいと思います。あと今日は特に配信する時間のことを言ってなかったんですけども、今日はこの第一輸送作戦を完遂するまで配信はします。なので、では10時前までには完了したいと願っています。うん、まあ、でもね、こんな焦ってやるものでもないので、うん、ごきげんよう、じっくりいきましょう。うん、ね、対戦マス、うん、マスアップを乗り越えて、うん、いきましょう。みんな頑張ってきてね。敵艦を発見いたしました。皆さん、合戦準備お願いいたします。下がりませんよ。そこで後で感想たっぷり聞かせてね。よし、突撃する。皆さん、よーく狙ってください。そう、そうです。今てあ、おめんさん、コメントありがとうございます。ドラマ楽しみですねということですけども、これは、ゆるキャンのドラマということになるのかな？そういう解釈でいいんでしょうか？うん、もし違ってたらすいません。ではね、空襲、第一空襲。ここはさっきからあんまり怖さを感じないんですけどもね。うん、でも油断はできないですね。敵艦を発見いたしました。皆さん、合戦準備お願いいたします。でもそれを聞きたか。数は少なくても。来るのは一気に、うん、いいね。うん、ここはそれほどやっぱり多いではないのかもしれないんですけど、ね、空襲マスはね、わからないですからね。私も本当ですか？ありがとうございます。なぜ？嬉しいです。うん、私。でアトランティスですね。私が一番活躍して、続けて、進軍していきましょう。うん、これね、対戦マスはね、うん、どれだけ先制対戦攻撃通るかどうかにかかってきてますけどもね。やっぱり最初のうちは、うん、まあソナーだけでいいかなと思ってましたけどね。やっぱりバグライも用意しとかないと、人気で落とせないとね。それが後々大きなダメージにつながりかねませんからね。では一気に残ってくれ。めっちゃ、いや、回してた。うん、一人入れた方がいいのかな。まあ迷うとこかな。まあ、今もね、完全勝利と出てますけどね。一回攻撃
許してますからね。本当ですか？ありがとうございます。本当に紙一重の勝利ですね。では、もダメだ。ここは人形心でね、テクノを作って、穴が開かないようにね。みんなでこう守り切って突破していこう。三機か。どうかお願い。始めるよ。結構抜かれた。ああ危ない。大丈夫です。やっぱりね。まあ抜かれましたもんね。なんとか何かにはならなかったので、良かったんですけどね。まあ、簡単にはね、抜かせてくれないですね。私が一番活躍したっての？まあそうかな。そうみたい。そうみたいというかね。アトランタがもしいなければ、一人だけでは済まないからね。そう恐ろしい空襲マスだ。ではね、4回目ここでも勝利をねための用意はしてきたんだから、みんな頑張ってきてね。発見いたしました。皆さん、合戦準備お願いいたします。スキューが落ちんだもんな。よし、でもね、東海隊は、対戦潜水艦2隻落としてくれたし、下がりませんよ。そこでどう？この攻撃は。よし、突撃する。皆さん、狙ってください。うるさい敵だな。やっこの攻撃は。ルーハンしたけどね、やっぱり抜かれるの。やっぱちょっといろいろ積みすぎたのかな。近代閉鎖をなめないで。少し足りないわ。期待だけ落とせ。ファイル、ファイル。足りないわ。どう？この攻撃は。足りないわ。よし、突撃する。この浅島にかかってこい。もっと。カツオビスさん、今日も見に来てもらってありがとうございます。今日はね、ついに大破してしまった。もう第一輸送作戦ね、やっております。ちょうどこれが4回目の、当選となってますのでね、だんだんね、こちらもちょっと疲れてきてるんでね、最後まで、まあちょっと苦しい戦いになりましたね。ごめん、私はパスだって。来んなよ。後で感想たっぷり聞かせてね。下がりませんよ。そこで。今回もね、勝利することはできましたけども、だいぶ被害がね、出始めてきました。今回もね、春風、
強いね。うん、本当助かってます。私が一番活躍したっての？まあそうかな。そうみたい。いいんじゃない。今回もロボットありますね。うん、白雪です。よろしくお願いします。白雪もね、今回もね、LINE 会議でね、活躍してもらってますしね。うん、今はまた輸送隊の方に持ってもらっております。うん。まあ、ね、よろしくお願いしますね。うん、司令官様、ご報告申し上げます。はい、これでね、4回、艦隊、起動いたします。輸送がね、できたんですけども、あと1回、取らないといけない。私が浸水した季節、ね、最後のおそらくキッズ。本当にお恥ずかしいお話なのですが、お風呂に。大丈夫、次の作戦には間に合わせます。あ、一応今のあの数字見てもらえればわかると思うんですけど、あの勝利取らないとね、1回で終わらないんですよね。勝利だった場合は2回取らないと、あのゲージが、まあ、ゼロにならない。まあ、そういう作戦計画概要をご説明します。まあ、輸送量だったものですから、うん、まあ、もっとあの積んでおけばね、まあ、A 勝利でもね、最後良かったとしちゃうけど、うん、ちょっとこれ以上はね、積むだけの余裕、装備的に余裕がなかったということが、私の方でそういう判断をしたものですから、最終的には A 勝利5回取らないといけないという感じなのか、もしくは A 勝利4回、 A 勝利2回、それで攻略できると、まあ、そう思って組んでいましたので、あと1回になるか2回になるかはこの戦闘道中もね、あるから、うん、どうなるかちょっとやってみないとわからないんですけどね。疲労の方がね、まだあの抜けないので、ちょっとだけあと 1、2 分ほどあの休憩します。
コメントありがとうございます。そうですね。疲労の場合は、どうしてもね、時間をちょっと使って休むしかないものですから、うん、なかなか輸送作戦の場合は、戦闘回数にもよるんですけども、場合によってはね、4、5分ちょっと経たないといけないかったりもします。まあ、今回はまだ少ない方なんで、まだいいんですけどね。そうですね。アルカセさんを眺めて、ただ2分になってあっという間ですね。それではそろそろ、恋もできそうなので、行ってみたいと思います。この季節は、私が浸水した季節。師走のお掃除も大好きなんです。気持ちいいですね。そうですね。ちょっとね、昨日まではクリスマスモードやってたんですけども、まあ、今日からはもう、師走のお掃除をね、意識した、背景にしております。うん、では、これでね、作戦計画概要をご説明します。できる、いけると思うんでね。高弾作戦。皆さん、最終作戦海域、応援のほどよろしくお願いします。ハルカセ、出撃させていただきます。バツ病です。ごきげんよう。それではね、最初の対戦マスに行きましょう。ソービスさん、頑張れ。コメありがとうございます。頑張りますよ。ね、お姉さんもありがとうございます。あと少し、このあと少しがね、うん、緊張します。うん、どう、この攻撃痛いですよ。この海域から出ていけ。本物たちもね、疲労がどうしても出ちゃってますんで。攻撃です。あそこ、できればね、うん、早くお休みをあげたいんですけどもね。でも中途半端にやってしまうと被害が大きくなっちゃいますから、受ける時にはもう全力でね、フスタイルは今回も変わらずいきたいです。この通信はどこから飛んでくるんだろうな。あ、そうか、そこにボスがいるから飛んでくるのか。あ、そういうことか。あ、怖い怖い。ここまではね、比較的緩やかな空襲でしたけどね。今回はどうかな。4機で行ったか。ちょ、これはまずいかも。さあ、やるわよ。攻撃隊発艦。来ちゃったか。抜けてくる、これは。さあ、抜けてきたな。危ない。ふわー、雷撃2本抜かれてたな。かわせたからよかったけど。私が本当ですか。
できればね、道中は、うん、え、私が一番活躍したっての、ちょっとあの目心が欲しいところではあるんですけど、まあ、最終回避だからな、そう言っていられない。対戦もそう、やっぱね、突破していきたい、うん、突破できる、うん、みんな頑張ってきてね。皆さん、合戦準備お願いいたします。下がりませんよ。ん、4、もう4機できたか。この攻撃は、この浅島にかかってこい。エースを落としてくれ、エースを。うん、ね、うん、同行戦以上だったら、うん、燃えても通りやすいんですけどね。下手に一石か二石かわされちゃうとね、そこから一発ドーンとくる可能性がありますからね。ありがとうございます。よし、まずはここね、出てましたね。よし、あたいが一番やりだね。そしてこの段階で春風もね、粘土もついに98まで上がりましたね。うん。いよいよ、大台の、うん、行くまでもう少し。うん。そしてね、先ほどから強烈になってきたこの空襲、第2ポイント。まあ、基地航空隊の援護もあるし、艦隊のね、航空能力も十分、あとは、うん、彼女たちの、ね、疲労がどれだけのなのか、そこにかかっている。合戦準備お願いいたします。うん、今回4機できたか。数は少なくても精鋭だから。し、くんなよ。よー、3本。わあ、いえ、たぶん、今までで一番多い雷撃を、うん、狙うとこでしたけども、うん。なんかアトランタ倒してくれましたね。ああ、ない、危ない。ああ、カツオビスさん、レベル98、おめえ、ありがとうございます。ね、私が本当にね、本当ですか。電動もガンガン上がってきますよね。持ってくると、うん。嬉しいです。私が一番活躍したっての。本当にね、そうかな。アランタもね、そうみたい、うん、活躍してます。うん、それでもね、抜けてきますからね。本当空襲は恐ろしさん。それではね、いよいよこの時が来ましたね。まさに、ハーニバルこの戦いに勝利して、またさらなる輸送作戦が待っていますけど、それに向けてまずは勝利を。どうしましょう。敵艦を発見いたしました。皆さん、合戦準備お願いいたします。よし、今炸裂しましたね。うん、航空隊、もうトヨタのすぐ感情を上げなくてはいけないですね。下がりません。
ませんよ。そこでどう？この攻撃は。うるさい敵だな。やってよ。皆さん、よく狙ってください。いろいろ試してみてもいいかしら。今。下がりませんよ。そこで。来るなよ。どう？この攻撃は。よし、突撃する。皆さん、よく狙ってください。うるさい敵だな。そうです、やってやるよ。仕方ない、始めるよ。よし、艦隊、追撃戦に移行します。行きます。行きましょう。日清打ち方、好評的やっちゃうからね。発艦始め。では、野戦でね、着をつけましょう。野戦に突入します。じゃあ、頑張ってきてね。ごめん、私はパスだって。来んなよ。後で感想、たっぷり聞かせてね。皆さん、本当に応援ありがとうございます。ね、最後、勝利することができました。みんな、本当にお疲れ様でした。本当ですか？ありがとうございます。新鋭艦に使う兵装は、私がきっちりチェックするからね。え？足が遅いって？しょうがない。装備が重いんだもん。はい、本海域輸送作戦、作戦完了となりました。本当にありがとうございます。皆さん、お疲れ込めありがとうございます。おはよう、朝風。朝風、ね、神風型駆逐艦2番艦朝風。司令官、早く覚えなさい。いい？ね、朝風もね、こうやって応援に来てくれましたね。うん、お姉ちゃん、やったよ、という感じで。ありがとうございます。総別さんも、勝利、コメントありがとうございます。ごきげんよう。まずはね、勝利を味わいたく存じます。あら、司令官様、お疲れ様です。ね、本当に春風、うん、最近はね、大活躍でしたね。本当にありがとう。みんなもね。活躍してくれました。うん。特に、基地航空隊もね、予想以上の攻撃力だったんで、ちょっとびっくりしましたね。どちらかといえば、まあ、道中突破のためと、あとは、まあ、あくまで補助的なものっていう感じで、今回、宣言させていたんですけども、これほどダメージが叩き出せるとはちょっと思ってなかったので、だいぶ助けられましたね。それでね、第一輸送作戦、無事に完了となりました。うん、本当にみんなお疲れ様。うん、それではね、まあ今日はこれで任務が達成できましたので、いつもでしたら、今日はこれ何の日コーナー、今日は何の日やるんですけども、
ちょっと今日はね、攻略するのがもういっぱいいっぱいですけど、このそこを用意できませんでした。まあさすがにちょっとこの回帰になってくると、攻略メインでやっていく感じになるかもしれないです。まあ次回もそうなるかもしれないんですけども、これは承知いただければと思います。本日もね、ご視聴、最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。アモン丸の、カンコレ、本日は砲弾作戦 B4 ルソン島沖オルモック沖の竹の輝き輸送の第一作戦を送らせていただきました。次回は輸送ゲージの、まあ、2番目ですね、こちらの方をねお送りしたいと思います。ちょっとねここから本当に大変なことになってくると思いますけども、皆さんなんとかね応援いただいて攻略していきたいと思いますので、よろしくお願いします。合わせてカモマルのカンコレ、チャンネルの登録もよろしくお願いします。本日は皆さん最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回も会いいたしましょう。それではこれで失礼いたします。じゃあね。